こんにちは、アマネデザインです。今回はですね、こちらのエレグサターンという 3D プリンターを使って雲を作ってみましたので、それをお送りしてみたいと思います。まずはですね、いつものように制作している風景の動画をご覧いただいてから、またこちらに戻ってきてちょっとレビューしてみたいと思います。それではまずは制作の風景をご覧ください。どうぞ。
出来上がったものがこちらになります。印刷したものに白い塗装をして、その後にマット塗装もして、最後にこれはダイソーで買ったものなんですけど、こういうチェーンみたいなものを取り付けて、ちょっとしたキーホルダーのようなものに仕上げて、こうやってやっぱ出来上がったものを見てみると雲に見えてくるから不思議だなというのをなんか感じましたね。まあ、これが塗装前の、これ印刷が失敗しちゃったモデルなんですが、比較するとこんな感じで、やっぱり白くした方がより面白いかなという感じがしてますね。で、結局成功するまでの間に3回印刷しなきゃいけなかったんですね。で、なんか最初は印刷の時間をね、結構短くやったんですよ。結構ラフなモデルだなと思って、そんな長い時間かけなくてもいいかなと思って、3、4時間ぐらいで出来上がるのを1回目にやって、その後に5時間ぐらいかけてやるのでもう1回やったんですけど、どちらもまあこんな風に中空がうまくいかなかったので、ちなみにこの中空の厚みは 0.9 ミリですね。 0.9 ミリでやったんですけど、どちらも失敗したんで、この成功したモデルに関しては 1.2 ミリで出力して、で印刷時間も8時間ぐらいかけたかと思いますね。結局いつも通りレイヤー層も 0.15 とか 0.2 とかだったと思います。こちらの失敗した方はレイヤー層も 0.6 とか 0.8 とか、結構ラフにやってささっと作れる感じで行きたかったんですけど、結局失敗しちゃって、初めからちゃんと丁寧にやっておいた方が時間がかからなかったという結果になってしまいました。印刷時間に関しても設定に関してもなってしまいましたね。今回は中空の構造ということで、印刷物が上がってきた時に中に溜まったレジンの液体が外に出ていくような穴を、この尖ったところ2箇所にあったんですけど、まあ一応それも埋めて造形していますが、まあそんなにこうやって見てるとあからさまに、あ、ここに穴があったなって、まあ分かるようなものではないということで、まあそれも良かったかなというふうに思っています。というわけで今回の動画は以上になります。よかったら何かの参考にしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。